戦国婆娑羅の侵入欲。まあね、僕ゲームやらないんでね、全くわからないんだけども。戦国婆娑羅、多分ね、これ、多分というかゲームだ、なんだと思うんだけども。ポストカード。ナオトラよ、ナオトラ。女城主ナオトラ、いいナオトラ。ね、ポストカード。これ、龍丹寺だと思うんだけどね、写真がね。バックの写真が龍丹寺。3年前よ、3年前。もうね。これ家康ね。徳川家康。戦国婆娑羅で直虎が結構有名になったわけじゃなくて、まあ、他のゲームだと思うんだけど、戦国婆娑羅なのかな。ナオトラが注目され始めたのがね、今日ね、浜松観光ボランティアガイドの会の、ボランティアでね、浜松駅のね、インフォメーションセンター、観光インフォメーションセンターに、ボランティアで行ったら、これがこうやってね、置いてあって、52、ご自由にお持ちくださいと。言った感じでね、まあ、ただで、もらってこれるわけで、もらってきたわけで、まあ、欲しいわけじゃないんだけど、まあ、YouTube でね、ちょっと紹介しようかと思って。どうなんですかね、3年前。浜松かける戦国婆娑羅、徳川家康、いざ浜松。これ、税金で作ったと思うんだけどね、違うのかな。それを他に書いてないんだよね。何も書いてない。だからまあ、このバサラのこのゲームメーカーが何部か金を出しているのか、まあ、要するに、タラでね、この、要するに、著作権はね、これあるからね、このゲームメーカーの方にね。だから、タダで使わせてあげるから、これ、浜松で、この、ポストカードを作らせてくれと、お願いしたのか、よくわからないけれども。もしかしたら、浜松でね、この、キャラクター著作権料も払ってるのかもしれないし。まあ、税金で作られたものが、タダで3年後で、今3年経って、2017年だもんね、ナオトラやったのが。19、20、21、17だから、18、19、20か。3年前。浜松駅の観光インフォメーションセンターでタラで配られていると。まだ今日ね、結構あったんで、まだ明日でも行けば。結構でも人気あって持ってく人がいるっていうふうにね、インフォメーションセンターのお姉さん言ってたんだけどね。まあ、僕は全然ゲームやらないんでわからないんだけども。まあそんなところで。戦国婆娑羅の侵入欲。